三つ長星を三つ長星雄は日本の広告代理店、電通の創業者である。画後は八家。1866年7月26日、熊本県八代郡の津村出身。陽名は木一。宮原町の寺小屋に通い始め、のつ小学校、小川町の漢学塾、清画堂を開く大月英子氏のもとで学んだ。1880年、立学に入り、 徳富和隆に学ぶが中途で退学。当時公用していた、反発打倒運動に共鳴したためとみられる。陸軍士官学校の予備、角育夫校に入り、軍人を志すが、兵祖のため右足の自由を失った。軍人になる道を閉ざされた三つ長は、政治家を志し、自由党の政治家らと共に、政府批判を展開したが、1887年に、 保安条例違反により、東京からサンリー内に入ることを禁じられた。この時、尾崎幸雄、星通る、中井町民らが同様に追放処分を受けている。後、目覚まし、新聞や福岡日日新聞などに寄稿するようになり、日清戦争時には従軍記者として中国に向かう。この時、通信手段の不備が原因でせっかく書いた記事の、 経済が大幅に遅れた経験から、正確で迅速なニュース報道の必要性を感じ、新聞社にニュースを供給する通信社の設立を構想するようになる。しかし、通信業単独では、採算が取れそうもないことから、広告代理店を設立し、新聞社から得る通信料と新聞社に支払う広告料を総裁することを思い立つ。三つの取ったこの方式は、 近代的通信社の先駆であるフランスのアバスと同様の発想に基づいていた。通信業を起こすには莫大な先行投資を要することから、三つ長は広告代理店を先に設立した。しかし、10万円としていた資本金のうち、実際に調達できたのは5000円に過ぎなかった。1901年7月1日、三つ長は、 現在の銀座4丁目に新聞社に広告を取り継ぐ日本広告株式会社を創立した。社員8名の小さな会社で2階建ての借家からのスタートだった。1階の6畳と2畳が事務所、2階の4畳半と6畳が創業者、三永の住居だった。起業したばかりの広告会社が大手に対抗するため、三永は3つの戦略を立てた。第一が、 利率の低廉手数料を他社より安くすること。第2は、取引の公明化入札時に談合入札を拒否するなど、広告取引の透明化を図ること。第3は、設備の完全化衣装図案サービスの無料提供や、調査情報サービスの提供により、広告主への支援サービスを充実させること。従前の広告代理業の常識を変える、こうした戦略により、 日本広告の企業基盤は次第に固められていった。日本広告創立から4ヶ月後の1901年11月、三永は個人経営の形で電報通信社を設立し、念願であった通信業をスタートさせる。三永は不変不当で正確迅速なサービスを行う通信社を目指し、信頼を得ていく。電報通信社を創業して五年目、三つは 通信業と広告代理業の一体経営化を決意する。1906年12月27日、株式会社日本で遠方通信社を設立し、電報通信社と日本広告を合併し、本格的な電通の経営体制を開始した。1907年には、アメリカ合衆国で創業したばかりのアップと通信契約を締結した。 1914年7月28日、第一次世界大戦が勃発すると、この大戦報道で、電通は顕著な成果を上げ、通信者、電通の成果を高めた。また、大戦の後継期を背景に、広告の主力媒体である新聞の発行部数も増大し、電通の営業成績は急上昇をたどっていった。しかし、1931年の満州事変が起こると、 国内の情報通信機関を一元化するため、電通と競合していた新聞連合社との合併を図る動きが浮上した。三つは強行に反発したが、叶わず、両者の統合方針が決定された。1936年、新聞連合社の更新、同盟通信社が誕生すると、電通は通信部を同盟通信社に譲渡し、以後、電通は 広告専門業者として再出発した。戦時下の広告会は苦難の道を歩むが、三つ長は戦後の繁栄を見ることなく、1945年2月20日、死去、去年78歳、熊本県氷川町の桜川岡公園内に埋葬された。没後の1970年、熊本県の近代文化功労者として検証された。ありがとうございます。